アコーディオン講師ツッツです。皆様よろしくお願いします。はい、本日の教えてツッツ先生アコーディオン小ネタではですね、そんなに難しくないけど入れるとあれこの人ちょっとアコーディオン上手いんじゃないみたいなテクニックを皆さんにすぐ伝授しちゃいます。もうすぐ上手く聞こえちゃうよみんなアコーディオンが。はい、3連符ですね。とりあえずね、本日の題材はですね、もうアコーディオン奏者ならもう楽譜なしで弾けるんじゃないんでしょうか。パリソラですね。はい、パリの空ですね。で、これ普通に弾くと今みたいな感じですね。3連符入れます。次の Dm に行くんですが、そこに対してこれ普通ならシラソね、普通ならこれ楽譜に書いてるので多分ねミレドシラソなんですよ。それに対して、まあ、いわゆるアプローチノートですね、ジャズでいうところの上に引っ掛けるミレドシラソに対して1個上を、全部くっつけてあげる。そんなに難しくないと思います。テック癖にしちゃえば。これなんかうまく聞こえへんこれね、もうこういうもんにしちゃうとそんなに難しくないと思いますね。本来ならミレドシラこれに、アプローチ音ですね、上に音をつけてあげる。こんな感じね。レドシ、レドシに対して上に1個音をつけてあげる。さっきの音のやり口ですね。でしたでしょうか。まあ、こういうね、ちょっとしたことで、あれあの人ちょっともしかしてワンチャンアコーディオン上手いんじゃないみたいな感じでね、聞く人は受け取ってくれるかもしれませんので、ハッタリフレーズです。はい、明日から使えるハッタリフレーズでございました。それではまたごきげんよう。さよなら。